演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちら業務スーパーの3種類のシリアルバーを食べたいと思います。これはキャラメルナッジゼナッツバーで、こちらはひまわりの種バー、これがゴマバーですね。まずはまあ某ハムスターのキャラクターが大好きな、いやハムスター全般好きか、ひまわりの種バーから行きたいと思います。ちょっとこれ割れちゃってるな。まあ中身をパキッと割る必要がないということで、もうこのまま見せちゃいますね。ではいただきます。大好きなのはって歌いたくなるほどではないかな。でも美味しくはありますけどね。出ますね。なんかシードこういうバーでこういう断面になってるのは珍しい気がします。断面が見えてるのはですね、大体覆い隠されてますからね。で無駄話はこの半年以下、いや無駄だったら話すだけ話しますが、っていうかまた話してるし、ではいただきます。大きいのが裏目に出ちゃってる感があるな、これはちょっと残念。というか、なんかこういうの苦手な人って言いますよね、確か。でも美味しそうなので、いただきます。香ばしさがしっかり出ていますね。こういうのがいいです。体にも良さそうですからね。あ、シリアルは体にいいか。まず最初に食べたこのひまわりの種は、これが一番シンプルであっさりとしていて、中の素材自体に癖がないのでパクパクと食べ進めることができましたね。で特に癖がないので一番これはスタンダードなんだなと思います。で2つ目のアーモンドはちょっと大粒でキャラメリゼで硬さがあるので、ちょっと噛みづらかったのが難点でしたね。アーモンドの大粒が今回は裏目に出ているような、そんな気がしてしまいました。アーモンドの香ばしさはあったので、そこはちょっと残念ですね。で、このゴマは逆に元が小さいので一番サクサクと食べ進めることができました。で、ゴマの香りの香ばしさもあって美味しかったです。ただでもこれキャラメリゼしてるので仕方ない部分もあるんですけど、硬いのでちょっと噛み切るのに力がいるんですね。なので満足感は得られるかもしれませんが、ちょっとサクッと手軽に食べたい時には向かないかもしれません。少し時間がかかるんですよね、噛み切るのに。なのでちょっとした移動時間の合間なのに食べるのに適してますね。でないとなんかちょっと軽く食べたいなという時に食べ始めると、なんか思ったより苦労するっていうようなことになりそうな気がしますので、そこは残念です。で、ごまとひまわりの種はこちらの点数、そしてアーモンドはこちらの点数とさせていただきます。夕立や国守るまで傘を差す。夕立が守ってくれる国ってどんな国なんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。